こんにちは、こんばんは、ゲーム動画で行こうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアーを始めていきたいと思います。今回は7位の浅草サンダーボルト戦ですね。どんな能力だろう。そんなに強くないかな。 C が S もありますが C が多い。これなんだ。これはスタミナがすごい高いってことか。テクニック、フィジカル、ジャンプ。ジャンプなんだ。ポッピンジャンプ。メンタルへ並びかけ、変え。メンタルは強い。スピード結構このゲームは重要かな。スピードとスタミナ。やっぱり後半になるとスピード落ちるんですよね。フィジカルってぶつかった時の当たりの強さかな。だからキーパーもジャンプ力求められるしな。すげえジャンプ力だっていう感じで。もう1位はちょっと無理ですね。2位を狙っていきましょう。ちなみに入れ替え戦の11位とは6点差なので、こちらはまだ、危険性ありますからね。しっかり、頑張っていきたい。でも前年の優勝者が入れ替え戦は嫌だよな。あまりマークしすぎると、スタミナロスしちゃう危険性はありますよね。さあ、スタメンどうしよう。おっと、彩香が疲れている。みゆきさんを入れましょう。こんな感じ。勝率は圧倒的ですね。まあ、ホームなのでっていうのもありますが。うん、しっかり勝っていきたい。これ、終わったら、一周休憩ですからね。練習試合やるか、それとも、休ませるか。まあ、休ませた方がいいのかな。今は。やばい。もえ。結構みんな前、相手は前出てますね。お、うまい、窓か。緑飛び込んで先取点。やりました。クラワンカリバーズ先取点です。決まった。リード、リード。この窓かのロングパス、確実に消える緑、見事な連携です。まさに我がチームの強みが出ましたね。ちょっと緑当たりが弱い。ただあんまり緑は無理させたくはないです。ん？くるみか？うん、ちょっと届かなかった。ここはしっかり引きます。さあ、くるみ、これはちょっと良くないぞ。夏木が直接キャッチ。気をつけなければいけません、みゆき。出ましたね。あ、こちらボールを揃いんじゃないですか。窓か、また、ちょっとこれは届かないぞ。無理がありますね。うまい。さよ。ここにくるみが飛び込んで2点目。イエスね、ちょっと調子取り戻してきた感があります。
そうそう、調子落ちの選手が出てくる頃かな、各チームとも。インターセプト。これはちょっと危ない。完全に外に出ました。課題をもらいます。さよ、うまく。ああ、残念。オフサイドでした。やった、出し抜いたと思ったんですけどね。さあ、立っていきます、緑。緑、緑。危ない。おお、コーナーキック。今のは危なかった。まだピンチは続きます。緑がクリア。クラリスが疲れています。これをミオに、ミオかな、サツキかな、サチコに、サチコ行ってこいということで変えます。他はそんなに疲れてないですね。ナツキなんか、フルですか、フルかね、電池マークが。相手は変えてないから、下手にマークしないでこのまま行きましょう。後半戦です。行きましょう。危ない。夏希が前に飛び出していた。さてですね、ここ疲れてるの、ディフェンダーを変えていきましょう。はい、早めにお手当てしたい。マナミをまず交代ですね。まあ、フルに変えてもいいかもしれないですけどね。チャンス！緑！左ずれた。美穂と節子を変えますか。リオを一番向こうへ。さあ、これでですね、交代枠を使い切る？まだ交代認められないですね。こちらの方が疲れが溜まってます。草薙やらかしましたね。チャンスですね。これで交代枠、我がチームは使い切りました。くるみ、センタリング、ちょっと無理があるか。トーマスに渡ってしまいます。ちょっと危ない。危険な場面。サヨがマークしますが、ここはなんとかクリア。運動量がついてこれずに相手に取られてしまうんですよね。運動量も考えてプレイしてほしいが、なつき、これはうまい。ナイス。なつきもちょっと疲れ溜まってきますからね。流れてしまう。ちょっとこれ許されない消極的なプレーだよな。まどか大丈夫か？怪我をしています。ニキータが上がってくるよ。気をつけろ。リオが。カバーです。コナードに捉えて。これはちょっとピンチだ。またコナード。草薙、今度はやばい。4人守ってるが。ノーホイッスルで助かりましたね。試合終了です。しっかり勝ってくれましたね。先制したら、このコンビネーション。萌えから窓かポーンと上げて、最後は緑が飛び込みます。
こういうふうにスタミナ合うときは、うまく合うんですよね。スタミナがないのに同じプレイするから、点が入らないし、逆に相手にボール取られてしまう。これも本当見事なんですよね。危なかった。相手がこっから攻め出すんですよね。これも本当にピンチだった。危なかった。どっか。チャンスだったんですが、やや左にずれてしまう。後半チャンスらしいチャンスってこれしかなかったような。でも、コンラードだったっけ？中心に攻められてしまいます。コンラードか。課題も7つもらいましたね。ボール支配率は互角。そんなに差はないチームだなと思ってしまいます。お !2 位に上がったじゃないですか。いますよ、大阪との差は、勝ち点は10のままですが、2位に上がりましたね。とにかくリマステオスがすごい、アシストもすごいからな。これ2連勝ですね。すごいな、ヒッポリットとか。いないですね。女性選手はいません。この休みです。さあ、これをどうするかですよね。練習試合するか、それとも一周休ませてつぶくばだがま戦にかけるかですよね。ジャパンカップもありますが、比較的ここからは休み多いですからね。今までがすごいハードスケジュールでしたね。休みのないハードスケジュール。ちょっと選手の疲れってどうなってんのかな。結構疲れてんな。これ無理に試合をすることはないです。休ませましょう。はい。というわけで、4月2週までやってまいりました。筑波田釜戦ですね。ちなみに筑波田釜はどんなチームなんでしょう。結構向こうも疲れが溜まってるぞ。S が多いですね。多少、浅草サンダーボルトよりは、警戒しないといけないチームかな。一昨年2位ありますからね。なかなか強いチームと思っていいと思います。油断はせずにと言いますか、相手の方は格上かもしれないので、しっかり食らいついていきたいと思います。カルチョビットは以上になります。次回もお楽しみに。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。カルチョビットは女子選手だらけ。だらけってなんだ。ライブ配信じゃない動画をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。